これ人数じゃない。本物です。声聞こえてますか？どうも。あ、聞こえてくる。ちょっと今顔出せないんで、声だけで。あ、どうもです。バイトやな、それは。忘れてバイトよ。声真似じゃなくて、本人です。一番すよ、一番。え？見てくれてる人？こんばんは。どうもです。今どこにいるかはちょっと秘密ということで。顔はちょっと今、まあ、ちょっと声だけで。ということで。で、YouTube やるかはちょっと迷ってます。YouTube ちょっとね、今上げるかどうか迷ってます。ゲーム実況もやるか迷ってます。はい、ひきこもりです。その顔は今なしということで。9月に出てきたシャム代理人は、あれは偽物です。あ、元気でやってます。たしなむ？あの小説の続きも、ちょっと消してしまって、すいません。旧アカウントの方もちょっと消したかったので、消しました。オリジナルメニューはね、まあ、たまに考えてたりします。今の状況で YouTube やったとしても、それで生活できる保証はないと思うんですよ。復活というか、まあ、まあネットに顔出したのはちょっとやってみたかったのがあったのでちょっとやってみました。仕事はしてません。まあ、空海というか、まあ、空海の本は一時読んでました。あの最初の代理人の人はまあ1月の件であったんですけど、まああの方にもご迷惑をおかけしたんですいません。まあ、施設の方はまあ、ちょっと言いませんので、はい、すいません。オフ会はまあオフゼロで有名になったわけですけど、まあオフ会はまあちょっとやってみたいというのはあります。まあ親はですね、あのなんとか元気です。あ、働いてません。ひこもりです。女帝の方ね、あのまあひこもってて、書きたい、続きは書きたいという気持ちはあったのですが、まあ、あの、いろいろ本読んでて、また新しい物語を構成というか構築を考えてましたので、それで、ナローのアカウントは消させていただきました。職は見つけてません。まあ、オフ会は開いてほしいという声と、やめてほしいという声、まあ、賛否両論があると思うんですけど、まあ、そこは、まあ、最終的にオフ会開くのは、まあ、自分で決めたいと思います。まあ、どっかの事務所に所属してそれでオフ会やるのもありかなと思います。柴田とのコラボはありませんので、用詰めやる予定は今のところあるといえばあるし、ないといえばないです。用詰めやったら稼げると言いますが、稼げるという保証はないと思うのでちょっと迷ってます。焼肉動画はもうありませんのでご了承ください。ウーム入るかどうかはちょっとわかりません。僕としてはですね、引きこもってて働けるという選択肢はありだと思います。国の方も引きこもり支援の動きがあるので、僕は引きこもりとして楽しく生きていくのも、人生の歩み方の一つではないかと思います。確実に稼げるかどうかはちょっと、まあ、何とも言えないです。はい、おい、引きこもりです。柴田のことは嫌いですね。まあ、あの人は金のことしか考えてないと思うので。YouTuber は職業の選択としてではありかなと思います。まあ一時引きこもってて、まあ辛かった時期はあります。まあ、けどその中で普通に働くか、またネットに顔を出して状況を報告するかというか、まあ要は YouTuber やるか悩んでます。今年地震と台風がありましたが元気にやっております。ちょっと笑い方はね、過去のシャムという人格なんでね、今はちょっとできないと思います。まあ別に柴田のおかずにされてもね、僕は構いません。
僕が柴田と関わらなければいいことなので、まあ、元気にやってます。ちょっと顔出しはね、今できません。彼女はいません。チャムという名前はちょっと改名予定なんで、まあ、どこで配信してるかはちょっと言いませんが、偽物というか声でわかるやでしょう。どう考えて声は作れんでしょう。ちょっと今は声だけで我慢してください。改名はちょっと今言えません。外の音は気にしないでください。でも1月の件で数字は出たと思うので、まさかあんなことになるとは思いませんでした。ヒカキンとコラボ予定は今のところありません。その挨拶はちょっと今はできないですね。これ今何本言ってんの？6万。まあどこかは言えません。ナンバで待ちぼうけ食らった時はね、まあ騙されたかっていう気持ちがありました。まああれがあったから、まあなんていうのか、ネカマネカマスキルじゃないわ、なんだっけなんかそんな感じです。まあ体制っていうか、そういうのはつきました。なんかヒカキンも待ってるみたいですね。まあその動画は見ました。実は言うと、本当は、まあ、今日はツイッターアカウントだけ新しいやつ作って終わりにしようと思いましたが、まあ、ちょっとツイキャスでもしようかなと思ってやりました。逆にオフ会0人があったからこその今があると思います。まあ、顔出しは今は、まあ、そのうちやろうかなと。とりあえずバーチャル YouTuber ということで。でも iPhone 買ったら多分ネットネットが気になって依存症になると思うので、まあ携帯は欲しいと思ってます。皆さんの声が聞けてよかったです。まあ、報告し生存報告っていうんですか、しようと思ってたんでよかったです。あ、もう終わっていいですかね。配信とりあえず一旦切っていいですか。クラウドファンディングは知ってます。そろそろ終わりにさせて、オリジナルメニューはまたやろうかなって。じゃあちょっと一旦切ります。これぐらいいった視聴者消し方わかんない。これ消し方どうやって消すんですか。携帯の電源切ったらいいかな。強制終了でいいかね。